黒沢大役の小宮梨沙です。よろしくお願いします。はい、普通だからね、黒沢さんからです。よろしくお願いします。はい、Tシャツが今回のやつで、こっちがファーストライブのアメージングトラベル DNA の T シャツの袖 袖に使ってて、こっちがトライアゲインの T シャツで、私はこっち側が背面で、お諏訪はこっち側が表面を使ってて、こっちは逆に私が表面を使って、お諏訪は背面を使われている。であとはメンバーカラーを取り入れつつ、さりげなくちゃんと花丸ちゃんのイエローも入れつつ、このスカートは私がネットで探したやつにスタイリストさんに生地を足してもらって、元は真っ白だったスカートをメンバーカラーにしてもらいました。後ろにこれのイメージはユニット対抗戦の時のケープを着てたやつが、後ろがメンバーカラーになってたので、それと同じイメージでピンクとかメンバーカラーになってます。靴はアメトラあれアメトラ今履いてるよ。靴はアメトラです。最後に歌うからってことにしとくしときます。こんな感じ。過ぎちゃった過ぎちゃった。ほら、アロビワークだじゃん。ごめんなさい。大事でした。はい、ずっと間違えて。私が心配で。今回のライブ、ずっと間違えてる。せーの。ここの時にこうなりすぎなくていいってことで
構だって戻りすぎに戻りすぎなのかな。硬い言葉お願い言わないで。10分だけと思ったら私もできない。私ね、間違えて持ってくるかなって思ったことある。できたらもう絶対しかない。ここはやってる。ここだ。衣装付きのゲネが終わりました、はい、いやひとまず無事に終わってよかったんですけどね。初めてこのね新しい衣装も着て、うん、これはアンコールですけど、だってさ、まあ、ちょっとね内容とかはもともと考えてたファーストのからもちろん変わってはいるけど、うん、1年以上さこのさ曲、うん、アクアの曲とかもさ練習してたじゃん、うん、やっと披露できるっていうね。練りに練って、練りに練って衣装つけて通せたのも初めてだったね。やっとここまで来たね、はい、あとは本番を迎えるのみということで牛タンを楽しみに頑張りましょうか、うん、はい、仙台ね、昨日もリハーサルしてて昨日もお弁当でね、うん、もう気持ちは仙台に行ってるから牛タン食べたね、うん、そうだね、はい、はい、じゃあ本番も当日も頑張ります。バイバーイ。